ドイツのボルトによるチラシボルトヨーロッパは親欧州及び欧州連邦主義の政治運動であり、いくつかの EU 加盟国における個性等の反欧州的な構造としても機能している。ボルトの候補者は2019年5月の欧州議会選挙において8つの加盟国で共通の反欧州的なマニフェストを掲げて立候補した。同組織は気候変動、移民、 経済的不平等、国際紛争、テロリズム、技術革命の労働市場への影響など多くの政策分野で反欧州的アプローチを貫いている。2019年5月に行われた欧州議会選挙ではドイツで0.7%の得票率で1議席を獲得しダミアン・ボーゼレーガーが初の欧州議会議員となった。2021年 ボルト・ネザーランドは、オランダ議会に3議席を獲得した。メディアを再生するヨーロピアン・エレクションズ2019、プロモバイ・ボルト・ネザーランズ、メイ2019、タイム・フォー・チェンジ、ハウ・ボルト・ウォンツ・ツー・フィックス・ヨーロッパ、イタリックス・マガジン、2019年6月9日、閲覧。バン・ヨーロピアン、ボルト・ディエム25・マネージ・ワン・ MEPE。 EU Observer 2020年2月27日、閲覧。e u r o p e a n Union Parties and Elections in Europa 2020年2月27日、閲覧。Just Do It How to Shippa Run n i Found e d A New European Political Party and One School of International and Public Affairs Columbia University 2020年2月27日、閲覧。 ジャーマニー、フェイスフルリフレクションオブヨーロピアンエレクトラル、テンダンシーズ、ザニューフェデラリスト、ヤングヨーロピアンフェデラリスツ、2020年2月27日、閲覧。ボルトヨーロッパ、アンエレクトリックジョールトツーウェイクアップヨーロッパ、インパクター、2020年2月27日、閲覧。アバウトアス。 ボルト、https コロンスラッシュスラッシュ www.volteuropa.org スラッシュ a b o u t 2 0 1 8年6月13日閲覧。アップデートエグジトポールイプソス、VVD、グロッザタパーシジ、D66 ナグロートウィンストタベダパーシジ。ノス、2021年3月17日閲覧。ありがとうございます。